91の夜ね、なんか木こり、俺は木こりばっかいるな、なんかな。経験値、経験値、起き上がった。経験値入るか。さあ、ヒューは元気かな。アイキャンディーゲット。久々マグナム、高い方。あ、同じ値段だ、珍しいね。じゃあマグナムもらうわ。で、在庫はなんか変わった？武器、まあ、特にだね。薬局買っとこう。玉系、鹿玉買う？銃で18円。つってもロケットの破砕ロケット25個使うんだよね、1個作んのにな。まあ、でも金使い道あんまねえしな。買っちゃ買っちゃえ。そんな感じになってきたね。あんまり、一発18円。いやーまあ、どうしようね。作りゃいいじゃんっていう気もするし。お金の使い方が俺今下手だね。何にお金をかけていいのかがわかんないわ。フイゴ、いっぱい持ってたよな。洋服系も特にいらない。パーツ、おっと、ああ、全部読んでるわ。いや、AP 弾のな。スキルブックねえかな。バーニングショフト。これ、なんか、いや、1個持ってりゃいいっていう気がするんだけど。あ、レシピだ。密造酒のレシピ。あれ、これ読まなかったっけ？密造酒ってあれか、近接が強くなるやつか？いやー、読んでるわ。4倍、8倍とかねえのかな？こんなもんか。これやっとくか、一応。2個ぐらい持っときたいよね。まあ、こんなもんだね。Well, it's about time you bought something. 700メートル。あれ？ちょっと待って、5じゃん、これ。特別な仕事じゃないのに、あ、5になってるよ、全部。これ何？ホスピタル。どこだろう？ついに来たよ、5、ティア5。ちょ。こっちは？3キロ先。スカイスクレーパー、あれ？あ、数字がなんか違うのかな？違うとこっぽいな、建設現場とは。これも5。これ同じ町じゃないの？南に 3.2 キロか 3.1 キロ。間違えたね、今ね。上の方やっちゃった、多分ね。これ。あ、01だ。スカイスクレーパー01。ってことは、なんかどれかが東ファーマシーとかかもしんないね。あとは？これ。あれ、これもスカイ？全部揃ってんじゃん、そこ。あの街じゃん、大体。そっかそっか。だから、なんだっけ。印刷会社と、ホスピタルと、あとなんか崩れたビル？高層ビルと、あと建築現場、建築現場は4だったのか。じゃあ、ホスピタルやっとこうか。これ、700メートル。どこだろう。で、補給品は1個返したんだよね。で、700メートル南に？ホスピタル？どれだ？出さないと分かんねえな、やっぱな。これか。ホスピタル。アクティブ。これが？お？
あれ？待って、ちょっと待って。ホスピタルって病院だっけ？あ、病院か。病院だわ。なんか知んねえけど、俺、モーテルとかホテルみたいなやつをちょっと一瞬頭に浮かべてたわ。ですね。ついにあの病院がクエストとして選ばれる時が来たわけだ。じゃあ91日目を突破した後だね、行くべきは。よし、ではジェンさんとこ行って報告して、あと特別な依頼を受けちゃおう。ていうかそれやっちゃうのもいいかもしんねえな。どうだろうな、時間。毎回ね、あの拠点やるっつって後回しにしてギリギリっていうことが多いから、まあさすがにやるか。じゃあジェンさんに報告に行って、ティア5のその新しいトレーダーの位置ってのは多分わかると思うんで、それの場所だけ確認したら迎撃拠点行きますか。で、あれがホスピタルか。なんだろうな、ホスピタルって聞いて本当になんか病院っていう翻訳が全然なってなかった、頭の中で。ホテルとかさ、モーテルとかさ、それ系の翻訳されてた、頭の中で。ホスピタルね、病院ね、病院、大病院、総合病院だよね、あれね。で、屋上のあのヘリポートが非常に面白いというか、面白いので、ティア5、あれね、なんかその特別な依頼っていうのをこなさなくても出るんだね、ティア5の依頼がね。で、逆にここまで行っちゃうとあれか、そのガンストア、ストアガンの美味しいあのティア4のあのクエストがもう出なくなっちゃうっていうことになるのかな。それはそれでなんか損かもね。あのストアガンなんてほんと3時間で終わるしさ、ガンラックと奥のあのね、硬くなったチェストだけ開ければ OK なわけだしさ。そう考えるとね、1回でクエスト5種類までっていう制限をね、なくなってくれればいいけどね。もうそんな甘っちょること言ってられないか。もうティア5行けお前って言われるよね、きっとね。そんだけ頑張って貢献してきたんだから、ちゃんと病院とか東とかシャムウェイか、だからシャムウェイとか多分さすがティア5 だと思うから教えてくれるんじゃない。だから次ティア5って言われて、そのシャムウェイ案内されたら、箱だけ一回取り行くか。どうしようね、クエスト開始する前にね。まあ、そういう手もある。なわけでジェンさんの元に到着。鉛とか拾いに行った方がいいかな。鉛どこだっけ、鉛。ここが、まあ、地形か。まあ、足んなくなったらまた、時間使って、掘りに行こう。アイキャンディ出まくりじゃねえか。また旗の音か。毎回ビビってます。どうも。Wow, I didn't think you had it in you. Wow. Good job. Good job. 高い方、こっち。で、特別な仕事の前に、普通の仕事って、あ、やっぱティア5出てるわ。これは I've got a bit of a problem. ファクトリー。Help me out? うわー、受けてん。LG ってなんだろう。Money doesn't grow on trees. You ファクトリーと、南に900メートル。I've got just the job for someone with your talent. あれ、ちょ、同じ、待って、あれ、so disappointed in you. I need someone who's willing to... あ、02か。ファクトリー LG の02と、01だ。なんか工場あるんだ。行ってみて。どんなとこだろう。と、あとこれ。イーストに600メートル。あれ、かぶってるよ。かぶってるやつと同時受けたら本当どうなるんだろうね。まあいっか。とりあえずジェンさんに受けるのはこれ。
2キロか、結構、結構だね。トレーダー、レクトって読むのか？ Okay. Be careful and try not to get yourself killed. で、まあまあ、お前は平凡だ。こういうの買っとこう。医療物資はいらない。武器。特にいらんかな？はい。パーツ。特にいらない。衣服、いらないかな？食料、なし。なし。なし。アザレア。よくわかんない。弾丸ボックス。いいね。専用ボックスだ。あれ？俺さっき買ったよね、これ。あるあるある。え、裏ね、裏ね。ん？ショットガメシア1巻。おほほー。シンプルな 10% アップ、ようやく。そっかそっか。長かったな、それを手に入れるまでが。ハンドガンの威力が 10% 上がる本とかもあんのかな？拾ってっかな？どれ読んだか、まあ覚えてないよね。こんなもんだね。よし。で、これは読んじゃおう。略奪品を漁っている最中に奇妙なメモを発見しました。よく聞けばカモのドストレートだな。お前がまだ生き延びている理由は私がお前を気に入ったからというだけだ。はい。特別な感染性ゾンビを、これ、はい。これあれか。場所に行ってクエストを始めるやつだ。あと、まあ、これ読んで、レシピ、おじいちゃんの密造酒、ショットガンメシアの 10% アップ。ですね。これ売れる？占領。価格なし。よし、行こう。それ拾ってっかな、なんか。ハンドガン系の。ピストルピート。威力がねえな。あー、これだけ持ってねえのか、俺。あ、でも9ミリ銃か。マグナムはこっちか。あ、44ガン。これ、デザートイーグル含まれんのかな？フォローポイント。ほー。大量の銃弾を食ら、あー。なんだ？全部覚えるとっていうこと？これ。7になってるやつは特殊なやつを覚えてるってこと？ないわ。7になってんの1個もねえわ。槍とか全然拾ってるんだ。そっか、意外と拾ってないけどさ、ハンターのジャーナルとかさ。全然出ないもんだね。スキルブックっていうの？よし、では拠点に戻る前に、あれ見てみよう。クエスト。これこれ、これどこ？アクティブ。お前は平凡だ。行ってみよう。これだけやっちゃおう。昼間のうちにやるべきでしょ。あれだ。まあ見晴らしがいいというかね、昼間だったら。特別な感染者っつってっから、もしかしてやばい？ちゃんとやった方がいい？あれかな、緑色の放射性が出てくるのかな。まあ足場作ってやった方がいいか。安全か、その方が。つって結局こういう場所を通るのか。まあまあ、まだ道があるよ。そこなんだ。あ、なんか入ったことあんな。なんかの関係でこっち来た記憶はあるけどね。家の近くだ。家に逃げ込むか。そういう手もあるね。湖のほとりの家、小屋もある。ちょっと見てっか、帰り。それなんだ？トイレ？あ、トイレだわ。すっかすかじゃないか。はい、じゃあこれ使うか。一個あれば上乗れるっしょ。柔らかいかな。まあでも連射すりゃいいんだろう。行きましょう。
なんだっけ、特別な感染者を殺す。ほい、お前はおい、ちょっと。めちゃくちゃ予定と違う。びっくりした。はあ、はあ。これ昼間でよかったね、マジで。えれえことになってたよ、多分これ。貞子叫んだ今。大丈夫？焦ったわー。当たってね。こいつら呼ばれてきたのかな。終わった？終わったわ。焦ったわ。またメモ出た。なんだこれ、永久期間か。配線作業員が来ることはなかった。ケーブルテレビの作業員は生き残れない。強いって書いてある。よう間抜け。なんか、すごいけなされてばっかりだな。お前のことだ、生き残ろうと必死なんだろう。強烈に行かれた、ジェイク。はい。クレイジージェイクね。ゾンビ作業員を殺す。はい。やっちゃうじゃあ。これか。近いっちゃ近い。700m。そこね、変なとこだな。わかりました。夜やるわけにはいかないよな。行こう。その家あさろうと思ってたけど。何があるんだろう。いっか、また来るよ。あ、べべべべ。ポストってさ、手紙がよく入ってない？イメージ的に。なんだ？あー、バースト。はい。あのメモ帳がもっと欲しいね。楽しいね、なんかね。衝撃だったよね、さっきのね。何がいた？タイラントと、貞子と、あとハワイアンか、がいたのか。瞬間的にね。あれ、どういうことなの？誰かがこうね、魔法陣で召喚したのかね。クレイジージェイクが。クレイジージェイクは魔法使いだったのか？で、作業員っていうとあの、なんかメット被ったやつか？多分走られなかったら余裕でしょ。だから夜じゃなければ余裕でしょ。と思われるので、サクッと終わらせて、拠点を作ろう。川渡んのかですか。はい。ほのぼのしてるね、森の中というのはね。最近あんまりあれだね、あのワンチャンパラダイスも見ないし、クマクマパラダイスも見ないし。あぶね。あー、どうしよう。橋渡るか。めっちゃ近いじゃん、俺の拠点に。あ、畑の真ん中でやんのか。また変なところでやりますね。行ってみよう。まあ大丈夫でしょう、これ。さすがに走られないよね。ちょっと一応マグナムで行きます。ほい。うわ、わらわら来た、わらわら来た。まあ、囲まれなければ。傘当たりだ。ちゃんと当てないとダメだね、やっぱ。当たり前か。スタミナも全然余裕だわ。大丈夫。ホームラン。あんまり飛ばなかったな。終了です。さて、じゃあ拠点にアイテムをしまって、迎撃拠点行きます。
どんな感じしようね。で、その鉄筋フレームとかね、どっちがどういう使い分けになるのかというのを回収できるといいけどね。鉄フレームの方はさ、なんか木製フレームと同じだからさ、回収できそうだよね。ちょっとそこが分かんねえ。あと最近罠を使わなくなったね。鉄製スパイクとか鳥対策な。だからもうあれか、やっぱそのエンジニア系覚えた方がいいのかもしれない。で、あれ？マグナム？あ、もらったやつか。これでいいのか。OK。で、作ってたやつ。鹿玉。200しかやらなかったんだっけ。鉛。鉛ねえな。200か、そっか。じゃあちょっとね、鉛も取りに行かないとダメだね。で、こっちは回収できそうだよね。多分。いけるいける。こっちどうなの？あ、いけるわ。全然大丈夫だね。え、何の差があんのこれ。おお、鉄筋フレームの方が全然安かったけど、だよね。鉄筋の方が全然安いんだけど、これをアップグレードする時のセメントいくつ使うのかっていうの、ちょっとコンクリにしてもいいところになんかはめ込んでやってみようぜ。どこがいいかな。表がいいか。そっちのそれそれ。ちょっと一回壊すか。間違えた。なんだっけ、これか。で、下が鉄フレーム。これで形が変わる？同じか。木製と同じやつで鉄のやつなんだ。なんか水平課題。水平つってるから横に連結していって崩落するまでの耐久値みたいなものか。単純に考えると重さが20あって300まで耐えられるってことは15個横につなげられるっていうことなのかな。ヒットポイント垂直、はい、ってなんだ、無限ってことこれ。はい、これは8個までっていう意味合いかな。でヒットポイント耐久値だよね。耐久値はまあでも倍だ。鉄使ってる割に意外と。そうなんだ。で鉄筋の方はそんな変わらんね。ヒットポイント木と同じだ。でもまあ鉄筋コンクリートっていう言葉があるぐらいだから、これをコンクリートに変えるのがなんかコスパは一番いいのかもしれない。鉄筋、はい。でこれも形変えられる。あ、いろいろあんね。ほう。でこのままだと弱いけど、コンクリつけると強くなるよっていう感じでいいのかな。だからコンクリに全て変えるんだったらおそらく鉄筋を使った方がいいみたいな、そんな感じかな。でネイルガンでコンクリブロックにするときに何を使うのか、いくつ使うのか、何段階必要なのかを見ていきましょう。鉄フレームをまず1回、あれ、あ、長押ししないとダメなんだ。あれ？鉄40個だ。ん？鉄40個で、あ、コンクリじゃねえわ、これ。コンクリならねえんだ。うわ、上になった。また鉄40個だ。あ、別物だ、これ。で、コンクリ、あれ？
鉄40、40でやっとコンクリで、乾くまで上げらんないのか。鉄80か。これこれこれ。え、鉄筋ブロックだとなんか直でコンクリいけそうだよ。いきますよ。ほい。あ、うん？ 20 個使って。え、これの方がいいじゃん。鉄筋の方が絶対いいじゃん。いや、でもこれ中が鉄でしょ？で、こっちは鉄筋だけでしょ？耐久値が違わないと許されないよね。ちょっと殴ってみていい？手で殴った方がいいか。こっちが1500、こっちは低いじゃん。こっちの方が低いじゃん。どういうことよ。え、固まれば変わる。これまた乾くの待つか。なんだこれ、よくわかんねえ。なんかもう一個乗っければ飛んで帰れる。え、こっちでよくね。あ、乗らねえ。そこ乗らねえんだ。これが邪魔なのか。待て待て待て、いやー、なんか猛暑は取るんだけどな。多分これ、ここが邪魔？開けるわ一回。これか。へえ。不思議な感じで、これ以上上げるのは多分鋼鉄になると思うんだけど。じゃあ鉄筋量産する？の前に、まあ、やっとくべきことやっとこう。まず、破砕ロケット。やっとこう。同じか。火薬。ケーシング。ダクトテープ大丈夫か？足んねえな。粘着剤。ダクトテープをまず作っとこう。で、破砕ロケットが、いける？ 13 発。鹿玉？鹿玉か、そっか。マジか。鉛。鉛、はい。鉛。で、あとなんだ？だから鉄筋か。鉄筋フレーム。これか。こっちでいいと思うんだけど。どうしよう。100個ぐらい？ 100 個。2分でできる。食べ物、あ、そう、シェパーズパイ。できてる。どんな感じよ。スパゲティと、性能差を見てみたいね。シェパーズパイ。104の52の40。あら、スパゲティの上だな。特殊な能力もないんだ、シェパーズパイ。腹持ちも良い。おお。はい。なんで吐き出さなくても、返金はありません。ちょっとこの辺の言い回しがちょっとわかんねえわ。はい、まあまあ、これはいいでしょう。粘着剤作っとくか、もうちょっと。使い切った、粘着剤。火薬も足りてなかった。いや、足りてるわ。火薬全然足りてんな。なんか、ほんと、弾頭が、足んねえんだな。
腹ちょっと減ってる。喉も渇いている。いやースパコンでやるか。泥水粘着剤これか20個やっちゃって骨もやっちゃうか。1200ある。全部やっちゃうか。これ43。泥水足んねえのか。泥水不足とかあるんだ。やっちゃえ。1時間かかる。わかった。うっ、これ音結構怖いよね。1時間4分ぐらい。60、これぐらいか。瓶。いやー、泥水また汲んでこないとダメかもな。まあ、一旦しまって、じゃあ形を作りに行きますか。こんなもんかな？もうちょっとやっとこうか。どうしよう。弾頭返す一回。多分入ると思うんだけど、1000個返そう、これ。これが終わったら。これ1個減るだけ、これ。あ、1個減るだけだ。よし。これ帰る？鉛。1個で2個帰ってるね。あ、粘土は帰ってこない？もしかして。弾頭って粘土使わなかったっけ？だね、粘土は消費だ。これ増えねえわ、こっちは。消滅。粘土消滅か。ってことはなんだ？解体した方がいい？変わんねえか。弾頭の解体ってあんのかな？解体。あー、いいのか。いいんだよね。解体すると、25% 失われるって書いてあったからいいんだよね。よし。こんな感じだ。薬莢ある。弾頭。じゃあ、行きますかね。100個ゲット。しまって、よし。あとはいいよ。食べ物の準備とかは、まあ、いっぱいもうあるよ。もう、食べ物がなくてひもじいなんてこともないので、よし、行きます。